それではまずじゃあ早速一つ目のお題は、うん、こちら。どうぞ。あ、鈍感な好きな人に振り向いてもらうため。なるほど。一言。え、これ難しくないってことか。いやー、こういうのは苦手だな。振り向いてもそうだな、じゃあ行きます。振り向いてもらえばいいってことなんだよな。そうそう。ねえ、ペコランドの全部の土地あげるからペコランド好きになって。お前もね、ずるいよ。なんでペコだよ。何が悪いってことだよ。そんなんしかないんか。うるせえよペコで。いいペコじゃん。悲しいなペコラ。あ、次、次の人はいらない。考えてみる。あ、お、いくよ。ねえ、地獄の底までついていくけどどうかがな。怖いよ。ちょっと怖いよ。怖い怖い。何があっても守り続けるよ。ねえ、怖いよ。でも怖いよね。感じです。じゃあ次は私は正統派でいこうかな。なんだなんだなんだ。なんで気づいてくれないのバカ。ねえ。なんだお前。正統派が一番。はいはい、私に言ってるんだな。もうしょうがねえな。何言ってるのかわかんねえや。やべやべ、二人好きで。お願いします。かわいいな。あの、さっき団長変なこと言ったけど、あの、好きです。すいません。そのせい何それ。何そのお前、また胸揺らしてんじゃねえぞ。違うよ。違うよ。どうじゃないよ。違うよ。また違うの。違う、普通におっぱい乗せとく。おっぱいで身をすんな。お、ラストは最後は、ちょっとじゃあセッションも王道かわいいで頑張っちゃおうかな。よいしょ。何？何やってんだ？何してんだ？何やってんだ？お前が振り向くんか？もう気づいてよ。マリンが好きなのは君なんだぞ。俺って手縛られてる。違う。これは恥ずかしがってるんだ。お前ら女心わかんないんだね。見て見て、マリン、ほらほらほら、コメントクソ。あ、何？終わったから。え、クソじゃない。マリンって書くな。ピョンピョンピョン。それでは。誰が一番多かったのか、うん、結果はお、こちら。ドン。ねえ、お前ペコラさ、恋してたぞみんな。恋心が分かってないよ。途中でつるの。お前も言うなよ。ペコラ途中でつるのはおじさんみたいだぞペコラ。お前もうしかやんない。ペコラ放棄する。やらないからね。お前